生ラボです。このコーナーでは三重大学大学院生物資源学研究科の先生に気象学などについて分かりやすく教えてもらいます。今回は立花先生です。立花先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この冬はもう春みたいに暖かい日があると思ったら、はいはい、もうすごい寒波が来たりして、1月下旬にはもう三重県もすごい雪降りましたけれども、はい、あの時は立花先生どうされていらっしゃったんですか？僕はあの大学に普通にいましたけど、はい、まあ、お客さんを呼びしたんですけどね、京都からね、はい、その時に大雪降りそうだったんで、もともとなんか新幹線に来るとおっしゃってましたけど、まあ、近鉄でおいでと、やっぱあの気象を見ながらコースも考える、やっぱ気象を見ること大事ですね。いや、はい、本当そうですね。公共交通機関かなり左右されますからね、はい、ものすごい切りましたね。あの1月末のその寒波はやっぱり JPCZ だったんですか？あの時三重県もものすごい雪降りましたけども、あれも、はい、まあ、このコーナー何度もやってますけども、うん、日本海に発生する JPCZ、はい、これによって大雪が降りました、はい、でこの時は、まあ、今年はね日本海の水温が非常に高くって、はい、で雲が活発になって、それでご覧のようにこのふうにねたくさんの雪雲が三重県の JPCZ から日本海の方にこう入ってきたというのが、これがこれまでの説明です。はい、で今日はですね、これ他にももう一個大変重要な現象、これが三重県の雪に影響を及ぼすということで、まさにその言葉としてね、はい、忍者低気圧ということが一役買っているということを今日は解説しようと思います、ね、忍者低気圧ですか？初めて聞きましたね。初めて聞きました。じゃあその忍者低気圧何かというのを早速ですが見てみようと思います。じゃあ続いていきましょうかね。これ気象衛星ひまわり、まさに今年大雪が降った時のあのひまわりです、うん、三重県がここにあります。そして JPCZ がこう入ってきて、あの三重県の方の北部の方に雪が降ったと、ね、ですから三重県の北部の方は JPCZ が入ったことによってたくさんの雪が降りましたが、はい、ここに実は忍者低気圧が忍者のように隠れてるんですよ。どうでしょうかね、わかりますかね。このひまわりの画像の中にいるわけですね。いるんですよ。忍者低気圧か、ね、隠れてますから。忍者見つかったらおしまいですからね。どこでしょうかね。わかんないですね。わかりません。わかんない。はい。じゃあ、ね、いいですか。ここじゃないんですよ。あ、三重県のあたりじゃないんですか。三重県じゃないんですよ。北海道のこのちょっと沖合のここ。見てください。拡大しましょうか。なんかくるっと巻いてませんか。くるっと巻いてますでしょ。真ん中ちょっと空洞になってて、はい、このくるっと巻いてる、これが小さな低気圧で、これを忍者低気圧というふうに呼びます。これは忍者低気圧ですか、はい、ちっちゃいでしょ、分かんないでしょ、なかなか隠れてます。しかも北海道の方の話、北海道ですよ。北海道で忍者低気圧が起きると理由は後で言いますが、三重県に雪が降るんですよ。どうしてかを考えましょうか。まあ、その前に一応雲でこう渦が見えますが、一応天気図も見てみましょうかね。天気図ね、見ましょうか。天気図、はい、どうですか。北海道の西にちっちゃい低気圧があるでしょ。これありますよね。これが忍者低気圧です。さっきの、はい、さっきの渦巻いていた、渦巻いてるのがこういうふうに見えます。これが起きるとですね、あのなぜか三重県に雪が降るんです。そもそもなんですけど、どうして忍者低気圧って言うんですか？これはあの今はね、こうやって天気図があったり気象衛星ひまわりがありますから、一応なんとか見れば分かります。ところが、まあ、何十年も前はですね、分かりません。人工衛星もないし、天気図もあんまりこんな正しくないですからね、これ見えませんってことなんで、昔あの昭和42年の頃ですね、北海道の新聞がですね、忍者低気圧で現れる、気象の予報官を困らせると書いてあるんですよ。なぜかというと、これはどこで現れるかが分からない、急に現れたり急に消えたり、動きが普通はこう西から東に動くのが、ひょい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 北に行ったり西に行ったり、まるで忍者に動くわけですね。でこの低気圧が来た場所は北海道付近に雪が降りますが、外れたら天気いいんですよ。ですから予報がしにくい低気圧として北海道の方では知られていました。それを忍者低気圧と北海道の新聞が言ったんですね。今だったらね、名前がついていて、今はこれをあの
北海道西岸小低気圧だとか、あるいは、ポーラーロー、ポーラーってのは北極の方のロー低気圧がやってきたというふうに呼んでますが、呼んでます。こう呼んでます。じゃあ忍者低気圧は立花先生が命名されたわけではない。わけではないですが、これは三重県に影響が及ぶので、忍者の里である三重県に影響を及ぶから、これからはこれを忍者低気圧に呼ぼうというキャンペーンです。ああ、いやいやいや、まあ、でも三重県関係ありますからね。ありますからね。この後詳しくお伝えいただきますけれども、はいはい、今でもその忍者低気圧が、はい、もう急に出てくると。急に出るんですよ、これ。発生するのはどうしてなんですか。じゃあそれをちょっとこれからじっくり考えてみようと思いますね。はい。まずですね、この低気圧が起きるのは日本海なんですよ。北部なんですよ、はい、でここは特に今年なんかは水温が高いんですね、めちゃくちゃね。水温が高いと、そこに上空、あ、これ出てきましたね、これ今年の水温です。赤いところが平年より高いと、これ2度とか高いですね。暖かいと、暖かい海があると。で、まあ暖かい海で JPCZ をできるのは南の方ですけども、北海道がより北にあるので上空の寒気により強いんですよ。北が北極に近いから、はい、寒気にやってきます、南の方に上空の寒気が、はい、で上空の寒気やってくるときに上空は冷たいです、めちゃくちゃ、はい、北海道の上空なんで。でかつ寒気の先ちょっとは渦巻きがあるんですよ、上空には。上空に渦巻きがあるんで、その渦巻きは地上では見えないんですよ、上空だけ渦巻いてます、はい、それで冷たい渦巻きがあって海の付近は暖かい、なので暖かい海は、海の上の空気は暖かくて軽い、上空冷たいからぐわっと混ざって、そして低気圧が、見た低気圧が発達するということなんですね。あ、じゃあもうその北海道のそのあたりは、はい、その忍者低気圧が出没しやすい環境にあるんですか。じゃあそれ見てみましょうか、どれぐらい出没しやすいか。お、じゃあ次いきますよ。次の図は、上空と、はい、海面水温の差ですね、温度の差がどれぐらいあるかというのを、これ1月の図です、はい、1月の、平均的な図です、はい、で色が赤いところほど上空と海面水温の差が大きいところ、つまりまさにこう渦ができやすい場所 でここ北海道の西からこの秋田県沖のことをちょっと拡大しましょうか。ここね、ここはご覧のように真っ赤でしょ。真っ赤。この線のあたりが、水温と上空の気温の差が42度ある場所なんですよ。42度ってすごいでしょ。上空5000メートルとの高さの気温と海面水温が42度、めちゃくちゃあるでしょ。ちょうどこの辺でさっきあったでしょ。これほどの温度差があるところっていうのは世界でここしかないんですよ。世界で一番上空と海面の温度差が大きい場所、その場所が北海道の西なんですよ。こういうところにくるくるくるってちっちゃい低気圧ができるんですね。急にパッと出てくる、パッと出てくるんですよ。あれパッと消えたり、パッと動いたり、パッと動いて、パッと消えたり、パッと動いたりするんです。忍者だ。忍者です。まさに忍者なんですよ。こういう場所に日本列島があると。ですからまさに、忍者のふるさとがここにあるんですね。へー、というのができやすい場所です。あの忍者低気圧ができているところは、はい、やっぱりその雲がかかっている部分はかなり降るんですか。はい、だから、低気圧、忍者低気圧ができた場所では大雪降ります。大雪すごい降ります。ところが北海道あたり降ってる、はい、だずれた時には降らない。同じ北海道でも例えば札幌付近で降ると札幌大雪、はい、ただしちょっと離れたところは降らないと。それが逆に札幌じゃないところにできるとそこは大雪、札幌晴れると。ですから予報官を泣かせるわけですね。はあ、はい、局地的にこう、はい、影響をもたらす。北海道にとって大事なんですよ。ですがこれは三重県にも影響を及ぶと。あ、そうかそうか。忍者低気圧だけ見たら局地的かもしれないけれども、全然かかってない三重県に影響する、はい、どうしてか考えましょうかね。どうしてか、はいはい、もう一回ひまわりの衛星画像が出るかな、これを見ますと、もう一度いきますよ、拡大しましょう。ここに低気圧があります。もし低気圧がなければですね、 JPCZ はまっすぐ東に行くんですよ。東に行くんですよ。低気圧があるから、低気圧って反時計回りの渦巻きなので、うん、これによって北から南に風をビュッとこう押すんですよ、はい、そうすると JPCZ を南に押すんです。南に JPCZ をこの
忍者低気圧の周りの風によって南に押すので JPCZ がこう行くところを三重県の方にバーンと南に下げてくるんですね。 JPCZ を南下させて三重県付近にもたらすのがこの渦巻きなんです。これがなかったら三重県にはあまり雪が降らないで、愛知県の方に降るかもしれません。どこに降るかを、三重県周辺の雪をどこに降るかを決めてるのが遠くにある忍者低気圧です、まあ、つまりね、まあ、例を言うと JPCZ は殿様みたいなもんです。江戸時代のね、江戸時代、あの戦国時代のね、で忍者低気圧はまあ裏で手を引く忍者ですね。で殿様の動きを裏で動かすと、であそこに降らせとかこういうふうになってますね。まさに忍者そのものみたいですね。そうするとその1月24日の時は忍者が出てきちゃったから、出てきたんですね。本来予定してた JPCZ のその流れがちょっと下に行っちゃったっていう、南に行かせて、そして三重県の方に雪雲を降らせたと。で雪雲の移動に対して遠くの北海道の沖合の低気圧というのが大事だと。これをまさに三重県に影響を及ぼす北海道という意味で、忍者低気圧。これそうすると普段あの天気予報を見るときとかも北海道のその低気圧の状況を見るって三重県の皆さんにとっても大事になりそうですね。どうしてもね、我々天気予報っていうのはローカルな地元のだけで見るじゃないですか。ところが遠くの北海道のあたりの低気圧、ちっちゃい低気圧ね、ちっちゃいやつねにも着目しないと三重県の天気予報は当たらないと、分からないと。そういう意味で広い視野を持ってほしいと思いますね、天気予報に関してはね。まあまあ、そう言いますが、北海道と三重県というのは実は気象だけじゃなくて縁が昔からあります、はい、例えば、江戸時代の、ね、探検家、三重県の探検家松浦武四郎さんね、彼は北海道を探検しました、うん、そして北海道の名前も名付け親が松浦武四郎さんなんですね。そういう意味で縁が深いわけね、北海道と三重県は。僕も北海道出身ですからね。そういう意味で、北海道と三重県にはつながりがある、忍者によってつながっているということを皆さんぜひ認識していただいてほしいなというふうに思いますね。いや、今日も勉強になりました。立花先生、ありがとうございました。以上、気象ラボのコーナーでした。